ロトフィア・エルナジロトフィア・エルナジは、エジプトの最初の女性パイロットである。1933年に、エジプトの女性としては、最初にパイロットのライセンスを取り、カイロとアレクサンドリアの間を飛行した。アメリカ合衆国のプレズビテリアンが運営するカイロの、アメリカンガールズ・カレッジで学んだ。一説には、電話会社のオペレーター、飛行クラブの秘書として働いている間に週に2回。 秘密で飛行を学んだ。エルナジがパイロットのライセンスを取ったのはエジプトの女性の権利のために戦うためであった。健康上の理由で飛行のキャリアは5年ほどで終えるが、中東における女性の権利の擁護者として知られるようになり、世界中から多くの賞を得た。1996年にエルナジの人生を取り上げたドキュメンタリー映画テイク。 オフフロムザサンドがワギー・ジョージによって作られ、その中で自由になりたかったから飛行を学んだ。と答えた。結婚することはなく、スイスの市民権を取り、ローザンヌで長く暮らした。カナダでおいと数年暮らした後、カイロに帰り、95歳で没した。ありがとうございます。